こんにちは、原総人の尾関純子です。今日はこちらの金予想と、それからストックを使った寄せ植えを作ります。金予想は気をつけてポットを外して少し土を崩します。真ん中にまっすぐ立つように入れます。ちょっと背の低いピンクの入っている金魚草を入れます。よく向きを見て入れます。土の表面を慣らします。ストックはこの花のところがとても弱いの。売り場に置いてあったんだけど折れちゃったのでこちらを使います。金魚草の前に植えますよ。あと2株ストックを入れていきます。そうと重ならないように気をつけてくださいね。ストックはとてもいい香りがするんですよ。緑の葉っぱのユーケラを入れてきます。枯れている葉っぱ、黄色くなった葉っぱはきれいにお掃除しておきます。ピンクのバコパを入れてきますよ。外に向かって流れ出るような感じに入れてきます。残りのユーケラを入れます。全体を整えて、とても可愛らしい寄せ植えができました。皆さんもチャレンジしてみてくださいね。花総人の尾関純子でした。またねー。